私はカナ、大学2年生。最近、同じバイト先の幼馴染、冬子のことが心配だ。ちょっと、これ注文したのと違うわよ。え？すみません。こっちも違ってるよ。俺が頼んだのはカフェオレなんだけど。申し訳ありません。冬子。最近ミスが多いよ。気をつけてくれないと困る。はい、すみません。大丈夫？カナ、ごめん、迷惑かけて。それは気にしなくていいけど、元気ないね。何か悩みがあるなら聞くよ。うん、ありがとう。お、カナちゃん、冬子ちゃん、お疲れ様。あ、北山さん。お疲れ様です。カナちゃんは今日もクールだね。あ、冬子ちゃん、ちょっといい？手伝ってもらいたい仕事があるんだ。はい。大丈夫かな？冬子を連れて行った男は、本社の北山主任。各店舗を見回るのが仕事で、うちのお店にも月に数回顔を出す。30代前半だが、若々しく爽やかなイケメンなので、アルバイトの女の子たちに人気があり、冬子も彼のファンの一人だ。北山はアルバイトの女の子に気に入った子を見つけると、その子をお気に入りにする。お気に入りの子は目に見えてひいきするから、他のバイトからヘイトを買いやすいんだよね。前のお気に入りは彼氏ができてバイト辞めちゃったから、今のお気に入りは、3ヶ月前に入ってきた冬子。心配だな。冬子、どう見ても北山さんのこと好きになってるよね。今まではっきりと注意してこなかったけど、そろそろ行った方がいいのかも。あの男はやめておけって。北山さんは妻子持ちだから、好きになったら大変だよって。私はバイト終わりに冬子を誘って、近くのカフェに行った。カナ、話があるって言ってたけど、何？単刀直入に聞くね。冬子は北山さんのことが好きなの？え？好き、なんだね。うん。なんでわかったの？そりゃわかるよ。だって表情と態度でバレバレじゃない。そっか。ねえ、北山さんに奥さんと子供がいるの知っているよね？まさか付き合ってるんじゃないよね？それは。あ？ちょっと嘘でしょ？実は一週間前に北山さんに告白されたの。告白って、あの人何考えてるの？結婚してんじゃん。そんなこと言わないで。北山さんも告白するの怖かったって、きっといっぱい悩んでくれたのよ。まさか付き合うんじゃないよね？冬子わかってる？それは不倫だよ。信じられない。冬子は私より一つ年下で、まだ18歳。今年大学に入学したばかり。昔からおとなしく、男子が苦手なので女子校に行った子なのだ。ダメだってわかってる。でも、こんな風に男の人を好きになったの初めてなの。私、ずっと男の人は怖いものだって思ってたから、北山さんみたいに優しくされたの初めてで。そんなの、下心があるから優しくするんだよ。決まってるじゃん。でも北山さんも、こんな気持ちは初めてだって言ってくれたんだよ。私は、北山さんを信じたい。冬子、信じたくないかもしれないけど、あの人に騙されてるよ。北山さんは冬子だけじゃない。今までいろんな子に声をかけていたの。冬子は男の子と今まで付き合ったことないから、免疫がなくて騙されやすいのよ。騙されてなんかないよ。カナこそ北山さんのことよく知らないじゃない。あの人のおかげで、私は自分に自信を持てることができたの。じゃあ、北山さんの奥さんと子供を不幸にしてもいいと思ってるの？そんなこと。冬子がやってることはそういうことなんだよ。ねえ、一週間前に告白されたって言ってたけど、体の関係はないよね？それは、あるの？キスだけ。本当に？本当だよ。だって私、そういうのまだ怖いから。でも誘われたんだ。うん。絶対にしちゃダメだからね。キスだってダメだけど、体の関係は不貞行為に当たるから、慰謝料を請求されるよ。そうなの？もし北山さんが冬子を本当に好きなら、奥さんと別れるまで体の関係は持ちませんって言ったら、分かったってうなずくと思う。でも私は、北山さんはそう言われたら冬子から距離を取ると思う。それか、強引にしようとするんじゃないかって疑ってる。私は北山さんを信じてる。じゃあ今言ったこと、北山さんに言って。それでどういう態度になるかで冬子への本当の気持ちが分かるよ。悩む必要ないよ。冬子は北山さんを信じているんでしょ？信じてるよ。でも、もしそんなこと言って北山さんに嫌われたらどうしよう。本当に冬子のことが好きなら嫌いになるわけないよ。かな。それに冬子だってちゃんと離婚してから付き合いたいって思ってたんじゃないの？うん。初めて好きになった相手だから信じたい気持ちはわかるよ。でも私は冬子が傷つくのを見たくないの。だから勇気を出してほしい。わかった。北山のやつ、こんな純粋な冬子に手を出して許さない。私と冬子は小学校の頃からの付き合いで、近所で親同士も親しかったので、姉妹のように育った。大学に入ってアルバイトしたいからって、私のバイト先に面接来た時はびっくりしたな。一緒に働きたかったからって言われた時は嬉しかったけど、まさか北山に引っかかるなんて思いもしなかった。北山の今までのお気に入りは、ちょっと派手なサバサバしている子ばかりだったから。冬子のようなおとなしいタイプに手を出したのは、私が知る限り初めてだ。なんとかしなきゃ。翌日から私は動き出した。北
北山が冬子に近づかないよう間に入ったり、今までの北山のお気に入りたちに話を聞きに回った。一週間後、ある日突然、北山は冬子に冷たくし始めた。あ、冬子？実は、昨日、またホテルに誘われたの。え？でも断ったわ。前にカナが言ったように、奥さんと別れてからじゃないと、そういう関係にはなりたくないって伝えたの。冬子。でも、そうしたら。お前さ、自分にどれだけ価値があると思ってんの？え？ダサいけど初めてっぽいし、たまにはそういうのもいいかなって構ってやっただけなのに。クソ重いこと言いやがって。もういいよ、めんどくせえから。待って、北山さん。話を、ちゃんと話をしましょう。今すぐ降りろ。え？怒鳴られて怖くなった冬子は逃げるように車から降り、その後一人で見知らぬ場所からタクシーに乗って帰った。それでね、さっき店長から私がミス多いから今月いっぱいで来なくていいって。は？何それ。多分北山さんに言われたんだと思う。あいつ。これさっき北山さんからメッセージ来たんだけど。何を勘違いしてるか知らないけど、俺たちは社員とバイトの関係です。おかしな勘違いをするならこちらも容赦しませんから。そのつもりで。勘違い？あんなあからさまにお気に入りだったくせに。やっぱり好きだって言ってくれたの嘘だったんだね。私は本当に好きだったのに、キスだってしたのに。冬子、私バカだった。こんなにあっさり捨てられるなんて思わなかったよ。北山のことは許せないけど、正直これで良かったと思う。本格的な不倫になる前に引き返すことができたんだもん。でもだからって幼馴染を傷つけられてこのまま黙っていることはできない。あんたがずっとバイトの女の子と遊んでたの、私は知ってるんだからね。それから2週間後。ねえ、聞いた？北山さん、会社をクビになったんだって。そうなの？詳しい話は知らないけど、さっき店長が本部と電話してるのを聞いちゃった。へえ、何があったんだろう。女関係っぽいよ。ああ、北山さんモテてたもんね。ほんとそれ。可愛いバイトに声かけまくってたし。可愛いといえば、冬子ちゃん元気？あの子も北山さんのお気に入りだったよね。今は別のお店で元気にバイトしてるよ。そうなんだ。よろしく言っておいて。まだ2週間しか経ってないのにクビになったんだ。早いな。まあ、顔つきの証拠をあれだけ揃えたんだし、言い逃れできないよね。私は過去に北山のお気に入りだったバイト仲間に会い、みんなから北山と付き合っていた証言と2人が写っている画像をもらった。別れる時に不倫で慰謝料請求されるかもしれないから、俺と付き合ってたことは言うなよって言われたんだよね。エッチの時の画像、勝手に撮られてて、誰かにバラしたらネットにあげるぞって言われたの。私、北山が結婚してたの知らなかったのよ。知った時に問い詰めたら、お前も不倫したんだから共犯だって言われて、怖くてバイト辞めたの。みんなそれぞれ北山を恨んでおり、私の計画を話すと心よく協力してくれた。私がしたのは告発だ。北山がバイトの子たちに手を出して遊んでいることを画像付きで本社に匿名で送った。女の子たちの顔はマジックで塗ってあるけど、北山のははっきり見えてる写真。それと女の子たちの年齢も書いておいた。みんな学生ばかりで10代の子もいた。大っぴらになれば会社としては大変なことになる。そして他の店舗でも似たようなことやってるだろうから、あの告発を見た上層部が北山の関わっていた店舗を慌てて調査したはず。そして調査の結果、解雇になったのだからざまあ見ろだ。北山はいろんなバイトの子に手を出していたし、誰が告発したかわからないだろうな。その後、私は資格試験の勉強で忙しくなったので、バイトを辞めた。かな、顔色悪いね。ちゃんと食べてる？食べているけど、もうすぐ試験だから寝不足なんだよね。そっか、頑張ってね。冬子は前よりずっと顔色良くなったね。うん。実は彼氏ができたの。え？誰？その、マサトくん。マサトって、あのマサト？マサトは小学生の時に冬子にちょっかいかけていた男子だ。冬子が男子を苦手になる原因を作った子だが、旗から見れば彼が冬子を好きなのは丸分かりだった。うわぁ、マサト、やっと報われたのね。そういえば、この前こんなメッセージが来たの。冬子ちゃん、元気？俺はずっと君のことを思って寂しい気持ちでいっぱいです。俺、いろいろあって嫁と離婚したんだ。だから今なら冬子ちゃんに向き合えるよ。前は嫁がいたから、あえて強く突き放したんだ。あの時はごめんね。ひぇー！っていうか、ブロックしてなかったの？最初は連絡を期待してたのもあって、でもその後は普通にブロックを忘れてたの。今日カナに会うからその時にブロックしようって思ってたんだ。もう未練ない？ないよ、全然。このメッセージ来た時、素でゲーって言っちゃったし。あははは、でも確かにこれはゲーだね。だよね。冬子はためらいなく北山のアカウントをブロックした。その完全に吹っ切れた様子を見て、私はやっと心配から解放されたのだった。